はい、皆さんこんにちはでございます。太鼓さんね、やっていきます。今私ここにいるのね。甲府とかは行ったような、あ、行ってないのかな、まだ。はい、寄りましょう。どこ行くかなと。あー、全然だね。あー、下の3人がダメなんだね。全然できてないんだね。さあ、武将の噂聞きましょう。はい、あ、4人だ。あ、上司か、1人は。はい、ガモーさんとの関係全然できてないんだね。はいはいはいと、ありがとうね。はい、やっていきましょう。あ、この人めちゃくちゃいい人だ、おじさとさんね。贈り物しましょう。芸術品ね。はい、うん、お、これは素晴らしいと。で、次は横山さん、うん、贈り物しましょうね。ブルね。はい、菊池やりね。ほんとなんか小さいことの積み重ねだね、これね。おい、おお、どんどんございませんかと。芸術品ね。はい、はい、とても喜んでくれました。ほんとかいと。あ、まあまあそこそこだね。じゃあ白いって、はい、定秀さんね。おお、どんどんございませんかと。はい、芸術品ね。はい、おお、とても素晴らしいものと。さあ、じゃあ次行きましょう。あ、ここもあれか。ここも仲悪いとこだっけ。そうだね。風魔は取れたんだっけ。確かそんなんだったと思うんですけどね。まあお金配りに行きましょうかね。橋場家のものは入れることができぬと。あなたは万作さんね。はい、お、橋場殿ではございなのかと。はい、神前ね。じゃあもうどん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 お金落としていきましょう。はい、これ見て引き取ってもらおうと。それでもまだあれなんですよね。勢力で見て、外交で忍者衆。はあ、あ、一応絶好が取れたね。あ、だから伊賀衆ともそれしばらくお金どん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 落としてっていうのを繰り返さないといけないんだね。まあでももう落ちることはないと思うので、うん、もう組むとこないもんね、忍者さんが。あ、ほとんどね。大友ではござらのかと。贈り物は書物。まあもうあんた仲いいけどね。お茶にしましょう。さあ、風魔の里は、風魔の里支配しましょうか。もう怪しい集めと。あ、これはご無礼よと。はい、ほう、橋本ではございなのかと。あ、神前か。はい、いや、もう、うん、もう支配済んでるんだね。だから3000でいいか。うん。はい、じゃあお次は、玉縄城、江戸城。あ、あ、朝倉さんだね。はい、武家宅。あ、いけてますね。あ、お前、ご褒美かよ。体を冷えて冷えて、もうそれはね、特効薬ですよ。なんでござるか。またかいなと。あとは、水分もお金落としているかな。はい、あ、これは失礼いたしましたと。おや、どちら様でと。おお、まあ初めてだったんだね。神前しておきましょう。で、1万3000落としていきましょうね。はいと。で、岡本の砦。おい。おい。おお。岡本随縁祭さん。ね、神前ね。まあ、1万落としていきましょうか。お、なんか出てきた。そうか。地方プラス15。弁舌化粧後、中、え、古代中国の外交交渉の達人。祖神？超ギラのごとき能力と魅力を備えた者にのみ与えられるでしょう。全巻のあの話なのかな、これ。違うのかな、わかんないね、私は。で、お次は。あ、違うか。孔武と劉邦の話ぐらいで、多少私わかってるというかね。多少ちょっと知識増やしたので、違うような気もせんでもないね。一応ね、あと、アニメですけど、
キングダムか。あれは一応アニメは見ました。ですから真の始皇帝もね、真の始皇帝というのはその真の話も多少ちょっとだけ、あと YouTube とかでね、結構その歴史解説動画を見ながら仕事してましたんで聞きながらかっていう感じもしてましたんで、結構ね、あの頭でっかちになってますよ。はい。で、ブケタク、あ、いけてますね。はい、シロ、おお、飛んだ。あ、あなた大丈夫だよね。ダンティズマ流だもん。印鑑状与えよう。おなんと、拙者をダンティズマ流印鑑に認めて、あ、認めましょうね。これは京都修学にございます。大友のためならば拙者がいつでも力になりますぞと。ねえ、もう印鑑状はどんどん上げていきましょう。あ、郡山、あ、ライネさん失敗しちゃったね。じゃあ、帰るか。もうちょっとやってから行くかな。ああ、そうだね。もうちょっとだけやってから行こうか。はい。で、ボケタク。ああ、もう行けてます。で、あ、大谷さんも全然問題ないね。ああ。じゃあ、お茶しましょう。あと、どっかあったかな。ああ、まさかっちゃんだ。まさかちゃん、ちょっと行っとかないといけないね。あ、横手城は大丈夫か。横手城は大丈夫だね。あ、バンさんとかも寄ってきたいけどね。おお、佐藤銀山城に攻め込みましたぞと。そうなのね。あ、そうだ、この私、武井さんとね、武井さんが、あの、大竹秀治さん。ちょっとあの、ツッコミいただきました。違うね、大竹秀治さん。名前忘れちゃった。誰だっけ、私がやってるモノマネは違いましたね。あ、大竹爺さんは宣伝であれでしたね。お前の話はつまらんっていうのを、緊張さんでしたっけ。あれをね、ちょっともう間違えちゃってましたね。突っ込まれたんですけど、もう私も名前忘れちゃいました。あの人なんですよね。ね。ごめんなさい、今出てきません。大竹秀治さんもっとクリアでしたね、声が。お前の話はつまらんみたいな感じで思ってたんですけど、もっとクリアな声でしたね。私 YouTube でちょっと探しました、動画を。で、その宣伝見ました。あら、違うわってなってね、突っ込まれた後に。ねえ、申し訳なかったです。はい、行きましょう。大殿ではございませんのか。あ、でもこの人も大殿っていうね、もう上主、国主が大殿っていうんだから、そうなんだね。で、贈り物しよっか。あ、わかんないのね。え、コロクちゃんの好みわかんないの？お、大殿では、あ、違うわ。ごめんなさい。で、武将の技ね。ちょっと、まさかちゃん教えて。あ、武具か。じゃあ、ちょっくら寄って武具あげよっか。贈り物ね。4以上のもの。ねえ、まあ、まさかちゃん。あ、名馬あげよっか。ねえ、うん、あげちゃおう、もう。うん、おお、これは素晴らしいと。さあ、じゃあ、郡山城を攻めに行きましょう。戦力さえてる今のうちに攻めに行くべきですね、これは。あ、大岡さん。お亡くなりになっちゃいました。松永、ああ、松永さんも。ひーちゃんはもうとっくにいないんですよね。多分自害しちゃってるんで。空いてるかな。あ、大谷さんございませんのか。ごめんなさい。あなたの好み、下から5番目に聞いてませんでした。下から5人。にゃ。はい、部署の噂を教えてください。下から5人ね。1。2345。はい、これで OK かなね。ありがとうございます。さあ、じゃあちょっと、あ、不在、え、お、いましたね。贈り物、芸術品、日本では借金にしときましょう。で、お次は、あ、いませんね。で、留守、あ、この人も留守さんなんだ。芸術品を好むと。で、留守さんが終わっ
て、この人いなかった、あ、いたのね、贈り物、芸術品ね。はい、で次が原田さんいないんだね。でこの人ね、贈り物、ブーね。それなりなんだよね。で鈴木さんいなくて、片倉さん、ん、おー撤退したね、よかったよかった。これ多分ね、でこの人、あ、この人お茶にしよっか。お、お茶めっちゃ喜んでくれるね。はい、でただお茶あんまり飲みたくないんですよね、時間経つからね。どうではございませんのか、お茶しましょうか一応。おー、じゃあちょっとね、城寄りましょう。誰か来たなと。こんにちは。あー、おこんのえ大将殿に金塊探索の極意を強調。え、なんで暗黒 JK さんが来るの、部下でないのにね。うわー、これ嫌だな。またこれか。はい、おいおいおい、あ、あられれれれ、おい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 、ほんとこれ苦手だね。苦手というか嫌いですね。すごいプレッシャーを感じますんで、めっちゃ嫌いですねこれ。このなんかね、タイトな時間で判断力を求められるのはもうすごい嫌いですね。いけた？最後の敵ではないかと。はいはいはい、妻と話しましょう。お、曹操とのお渡ししたいものがございます。何？開封も何かの、お役に立ちましょうかと。おお、かたじけない、ありがたく使わせてもらう。ねねさんいいね、ほんとね。表情の前行きましょう。はい、人事、昇進、見合うものございませんか。じゃあね、ちょっと合戦行っちゃおうか。皆さんご休憩してください。合戦行っちゃいましょう。あ、戦闘中になってるわ、また。あ、行けんね。お手伝い行きます。おお、剣竜さん来た。あ、みんな来たね。じゃあ行きましょう。はい、橋脇の恐ろしさを存分にと。はい、納屋がね、5000貫。はい、そこの船止まれと。よいしょ、はい、手伝いますよ。私は、陛下を足軽で。はい、決定しましたと。あ、6041、もう落ちるわ、これ。で、先発隊はどこ？あ、でもいい勝負だね。はい、もう我々来たからね。意見聞きましょう。大友はまだまだ持ちこたえそうです。あー、やっぱり吉田郡山城だっけこれ。はい、戦闘続行しましょうね。まあでも今回で落としますよ。でもこれで倒してもあれになんないんだよね、私の部下になんないんだよね、直接ね。多分在野になっちゃうと思うんでね。はい、縄文爆破いっちゃいましょう。おお、なかなかでも硬いね。はい、100発100中。誰に行く？あ、この手一番少ないね。あ、違う、2番じゃないか、少なかった一番。めちゃくちゃ削るね、本当に。で、3段打ち。で、また3段打ちね。3段持たない、あ、いけるはちょうどいいぐらいかな。いや、いけるか。あ、いったね。うん。で、早棒ね。あ、誰？あ、大宝寺さん？じゃあ、こっちだね。ジンゴさんが攻めに行くんだね。そういうことだね。さあ、でもう一度縄文爆破行っちゃいましょう。あ、オトモンが落ちました。はい、敵方の援軍、あ、忍者が、あ、ちょうどいいタイミングですね。ならば、
陛下を足軽に変えてまた、うん、あ、鉄砲隊でもいいかな。鉄砲隊にしようか。あ、でもあれだね、いや、足軽にしときましょう。はい、向こうの忍者もうヘロヘロに見えたよ今。ほらもうヘロヘロだってね、すぐ逃げるんでしょうね。さあ、私は、お、これだね。はい、まあ特技はマックスだから、あ、委任だ。はいはい、待機しましょう。あ、いい時間になってたね、またね。じゃあね、この辺で終わっておきましょうか。それじゃあこの辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。